佐伯木博広、佐伯木博、佐伯木博、広、1970年4月18日隊は、大阪府大阪市東成区出身の元プロ、野球選手、外野手、内野手、左投げ左打、二軍監督、コーチ。中学時代は、ボーイズリーグの大阪東ジャガーズに所属。人生学園高校時代は2年時に、第69回全国高等学校野球選手権。 大会に6番、左翼手で出場し2試合で2安打を記録した。また、高校の1学年先輩に、イラブ・ヒデキ、元ロッテほか、1学年後輩に、宮地克彦、元ソフトバンク、2学年後輩に、谷義友・義シ元オリックスがいた。高校卒業後は、大阪商業大学へ進学。関西6大学リーグで、通算95試合出場し、330打数104。 安打、打率。315、12本塁打、57打点を記録。二春期と秋期の2期連続でリーグ戦の三冠王になった。同年は日米大学野球選手権大会の日本代表にも選出された。最優秀選手1回、ベスト内に4回受賞。通算12本塁打、1期4本塁打、3試合連続本塁打、2度はいずれも。 新生関西六大学リーグ記録である。投手としても、対留国大学戦で、完封勝利を挙げるなどに勝している。1992年のプロ野球ドラフト会議で、横浜ベイスターズが2意指名で交渉権を獲得し、契約金7000万円、年俸720万円、金額はいずれも推定で、入団が内定した。横浜はこの年のオフに、ホエールズから解消したため、 ベイスターズとしての初のドラフト指名選手の一人となった。5月23日の対広島東洋カープ戦に代打で初出場。2は初の2桁本塁打を記録。巨人に同期入団した松井秀樹の向こうを張って、自ら松井の愛称、ゴジラから由来するメカゴジラという愛称を付け、ヘルメットにメチャと書かれたシールを貼り付けていた。 にオールスターゲームにファン投票で初選出される。事態を考えていたものの、当時巨人に在籍していた落合博光にお前を純粋に見たいと思って入れた人もいる。デろと言われて出場を決意した。は開幕スタメン左翼手を勝ち取り、チームの快進撃と相まり斎藤隆史と共に4月の月間 MVP に選出される。 前半戦は打率ランキングの上位に顔を出し、グレンブラックスがスタメンから外れた時は右翼手として出場し、オールスターゲームにも2年連続で出場。しかし後半戦に入り、調子を落とすも、見事プロ入り初の規定打席に到達した。は、左翼手に、この年収打者を獲得した鈴木隆則が、不動レギュラーで右翼手は新外国人ビルセルビーとの兼用になり、 出場機会に恵まれず、打率、264本塁打という成績に終わる。売席してきた中根一氏と,との併用で、マシンガン打線の6番打者として活躍した。38年ぶりのリーグ優勝、日本一に貢献した。7月15日の対巨人戦で、牧原博美との打席で、ライトフライとなった際、牧原がボークを取られたためアウトが、取り消しとなったが、 その仕切り直しの打席でにラン本塁打を放った。この試合は、当初、七から零で巨人の一方的な展開であったが、この本塁打で十二から十二の同点となり、この日のサヨナラ勝利を呼び込むきっかけとなった。も校長を維持し、規定打席には届かなかったが、プロ入り初の打率三割台をマークする。また入団年以来の一塁守備につく。は、成績こそ良くなかったものの。 小一類種の駒田徳博の不調により一類種での出場が増え、1996年以来となる自身二度目の規定打席到達を果たす。駒田の対談に伴い、背番号を大学時代にもつけていた銃に変更。三回目のオールスターゲーム出場、140試合フル出場を果たし、初の二桁投類と打率ランキングベスト10入りを記録した。 あまり調子が上がらなかったが、は、夏場以降調子を上げていき、最終的にリーグ3位の打率、322を記録するなど、自己最高の成績を残した。7月16日の対広島戦で、ジョン・ベールから、有撃なヤーンダで千本アン本安打達成。9月3日の対ヤクルトスワローズ戦で、鎌田正樹から通算100本塁打を達成。日米野球では、フランシス・コドリゲスから、 日本人選手では全試合で唯一人本塁打を放った。しかし、シーズン終了後に FA 権を行使した場合、球団としては引き止めないという話を、球団からされが、翌年から新しく監督の就任が決まっていた、牛島和彦が引き止めて残留した。同年の契約公開では、たくさんの人に来てほしいということから、入場料を安くしてほしいという提案をしている。は タイロンウッズの代替として獲得したケビン・ウィットがインフルエンザで欠場したため新監督の牛島から開幕から4番打者に指名される。ウィット復帰後もウィットの打撃不振により結果的に4番打者として全試合出場を果たした。も引き続き開幕から4番を任されるが極度の打撃不振で打率が2割前後に低迷。それでも4番での起用が続き4番。 再起とコールされると、対戦相手のファンから拍手が起こってしまった。4月28日の対広島戦では、決勝点となる逆転三段を放ち、お立ち台に立ったが、それまでの打撃不振から涙を流す一幕もあった。しかしその後も、打撃不振は続き、6月になってからは、成長を見せていた、村田周一に4番の座を明け渡した。9月7日の対広島戦では、 延長10回にアウト満塁の場面で、再起に打順が回ってくるが、カウントにボール1ストライクからファウルを打った際に、保守の石原啓子のミッドが、再起のバットに当たったため、打撃妨害となり31年ぶりとなる、サヨナラ打撃妨害で勝利するという陳時があった。<あ>に初心に帰るという意味合いを兼ねて、背番号を入団時の26に変更。1塁は、吉村祐希が固定されたため、 開幕はベンチからのスタートになった。しかし他の選手の不振もあり3年ぶりに外野でスタメン起用されると好調な打撃を見せ5番打者に定着し2年ぶりの規定打席に到達し、2桁本塁打3年ぶりの打率3割を達成した。は、開幕戦から5番一塁手で出場するが不審に陥り、校長の内川誠一にポジションを明け渡した。大打での打率は、 304を記録し、中盤からは代打の切り札的存在として活躍。意表をつくバントヒットも幾度か成功させるなど代打要因として新たな境地を築いた1年だったが、オフの契約公開では70%ダウンの年俸3000万で公開となった。会見では税金のこともあるし、これからは缶コーヒー1本買うのにも気をつけなくてはいけないと冗談を発した。 は、ダン・ジョンソンが一塁で起用されていたため、前年に続いて、主に代打の切り札として使われていたが、ジョンソンの不審により交流戦以降は一塁で出ることが多くなった。7月15日には3年ぶりの投塁を、ホームスチールで飾り、横浜の2年ぶりの4位連勝を演出した。8月9日の対中日戦では、中田健一から通算150本塁打を達成。 規定打席には届かなかったが、代打の切り札から5番、1塁のレギュラーに復帰し、2年ぶりの100試合出場、2桁本塁打を記録した。は10試合の出場にとどまり、9月10日には、球団側から戦力外通告を受けた。球団幹部はこの日の会談で、最期をコーチとして残す考えもないことと、解説者など外部での経験を積んでも、 将来的に横浜のユニフォームを着られる保証はないことなどを合わせて通告した。その後は韓国球団から高知県人で契約の打診はあったが、それを断り中日ドラゴンズへ移籍した。は、開幕から代打で起用されるも一ヶ月以上が経過して十三打数レイアンダと結果が残せなかったが、五月二十日の対西部戦で移籍後初のスタメン出場を果たし、 逆転二点的時代を含む4アンダを打ちチームの逆勝利に貢献した。41歳としての4アンダは、球団史上初の記録であった。また、この年には、当時の球団の3塁打及び本塁打の最年長、記録を更新した後に、山崎武氏が、この記録を更新。しかし、打率、2 0二1本塁打、6打点に終わるなどシーズンを通しての活躍はできず、 11月11日に前年に続き2度目の戦力外通告を受けたが、その後もソフトバンクとの日本シリーズ終了まではチームに帯同した。12月2日に自由契約公示された。中日を自由契約となった後は、プロアマ含めいずれのチームとの契約はなかったものの、テレビ番組に出演した際に引退ではないと語るなど、現役続行の道を模索して、 浪人生活を続けていた。中日対談から一年近く経った10月に、ロッテから入団テストのオファーを受け、11月の周期キャンプにおいてテストを受けたものの不合格に終わる。その後、同21日の12球団合同トライアウト、鎌ヶ谷ファイターズスタジアムにも参加したが、どの球団からも獲得のオファーがなく2月3日に現役引退を発表した。 引退にあたり、結果には、後悔ばかりだが、結果を残すためにやってきたことに後悔はないとの、コメントを残している。から中日へ復帰すると、現役時代の同僚だった監督、谷繁元信の下で、中日二軍の監督兼打撃コーチを務めた。二は二軍監督へ専念した。二一軍の守備コーチを務めたが、再開に低迷し、八月九日付で谷繁と共に、 休養。事実上の解任であったため、シーズン終了後に退団した。なお、本人曰く、谷繁をいつか優勝させたいとの理由から退団後も、谷繁を監督と呼んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。